今日のお宝のテーマいきますか。はい、どうぞ。今日のテーマ、愛してやまない〇〇。はい、今日は愛してやまない〇〇、うん、ラジオネームトゥーパンプさんからいただいております。パンピーいらっしゃい。ウイスキーの山崎12年ですと。かっこいい。2軒のお店にボトルキープしていましたが、新型コロナの影響で2軒とも閉店したと聞いています。あら、あら、そのボトルはどうしちゃったの？そっち、そっちの心配ですか？閉店の時お返ししますじゃない、え、じゃあ取り行きますって、え、そうじゃなく、気がついたら店がなくなってた。イギリス駐在員の頃、スコットランドのウイスキー博物館へ行ったことがあります、スコッチウイスキーの最高ランクで日本のウイスキーが展示されていました、それを見て日本人としてとても誇らしい気持ちになりました。そんな思い出がある日本の高級ウイスキーですが、自宅では飲みすぎてしまうので高いお酒は控えて、もっぱら缶入りのハイボールを飲んでいます。ツーパンプスといただきました。すごいね、スコットランドでね、本場のね、ね、スコッチをスコッチだけ飲んだことがある方、スコッチか、スコッチだけじゃなくていっぱい飲んだかもしれないけどさ、ちょっとくだらなこと言っちゃったな、反省しよう反省した8時51分です、ね、スコットランドさんのねウイスキーだと、スコッチって言えないらしいから、まあそうなんですね、